はい、ガッキーガジェットチャンネルのガッキーです。本日は今までいろいろ購入してきたゲーミングアンプたちの音質の比較をしていきたいと思います。今回比較するのは比較的新しいサウンドブラスターのこちら GC7 と最近購入したばかりのこちらのスチールシリーズのゲームダック、そして価格面で頭一つ抜きに出ているですねこちらの EPOS の GSX1200、 この3つを比較していきたいと思います。各ゲーミングアンプの詳細は以前動画にしてありますので、気になる方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからジャンプして見てみてください。それでは、今回の比較プランはまずヘッドホンはですねこちらのジャン HD660 に固定して聞いていく形にしたいと思います。超フラットに聞こえるヘッドホンの代表ではないかなと思いますので、味付けのない各ゲーミングアンプたちの素の音を味わえるかなと思います。そして各ゲーミングアンプたちの設定は全てフラットにして、イコライザーをフラットにして音の比較テストをしていきたいと思います。録音の仕方はこちらのマイクイヤホンを使用して録音していきたいと思います。こちらのイヤホンはこの外側がここですね、ここがマイクになっておりますので、このイヤホンを私が装着をして、その上からこの HD660S を装着しゲーム音を録音していくことで、実際に私が聞いている音に近しい音、雰囲気を感じていただければ幸いですし、購入の際ですね、各ゲーミングアンプ、購入を検討されている方の参考になればと思っております。それでは、フォートナイトとエイペックスをプレイして最後にですね音楽もちょっと録音して聞いてみたいと思いますので、実際にまずはフォートナイトからプレイしていきたいと思います。シールドを発見。レベル2だ。敵が見える。
ちを奪った。倒したね、さすがだ。待て、回復が必要よ。倒した。敵を確認。わかった。ショップを開いて連中を片付けましょう。フィールドをリチャージして。助ける。あと1分、リングは近い。はい、それでは次はマイクの音声の比較をしていきたいと思います。テストで使用するマイクはこちらのレイザーのブラックシャーク V2 のマイクで録音していきたいと思います。なぜここでレイザーが登場するかというと、まあこのゲーミングアンプのどこのメーカーにも属していないということで、まあ公平性があるのかなという私の超個人的な見解偏見のもとに、今回はこちらのマイクを使って録音をしていきたいと思います。それではお聞きください。まずは GC7 からいきます。はい、こちらはサウンドブラスター GC7 でマイクの音声を録音しております。どんな風に聞こえているでしょうか。どんな風に聞こえているでしょうか。あいうえおパピプペポかきくけこ、どんな風に聞こえているでしょうか。はい、こちらは EPOS のゼンハイザーゲーミングアンプの GCX1200 Pro の音声録音になります。どんな風に聞こえているでしょうか。あいうえおかきくけこパピープペポ、どんな風に聞こえているでしょうか。こちらは GSX1200 Pro を使用してマイクの音声録音をしております。はい、こちらはスティールシリーズのゲームダックを使用してマイクの音声を録音しております。どんな風に聞こえているでしょうか。あいうえおかきくけこパピープペポ、どんな風に聞こえているでしょうか。どんな風に聞こえているでしょうか。はい、今回は本当音のみの比較動画になりますんで、各ゲーミングアンプの設定詳細とか性能は以前動画にしてありますので、気になる方は概要欄にリンクを貼ってありますので、そこから飛んで見てみてください。今回は全てフラット設定にして、
ヘッドホンはこちらの HD660S 統一で使ってみて、ゲームに使うのであれば第1位はまずゲームダックですね。第2位が GC7、 第3位が GSX1200 の順番かなっていう感じがします。もうね、このゲームダックの音の分離感、定位感は他のアンプと比較してもちょっと上かなっていうふうに思いました。サイドトーン音量も3段階から設定調節が可能なので、密閉型のヘッドホンを使っても全くストレスなくゲームに没頭できるのもいいところかなというふうに思います。 GC7 においてはヘッドホンの音質、マイクの音質全てにおいて、まあ、中間よりちょっと上かなっていう感じがしましたね。目立って悪いところもなく、まあ、逆にめちゃくちゃとんがっていいところもなくっていう、本当中間のいいとこ取りをした性能だなというふうに思いました。定位感、音の分離感、使い勝手非常にいいんですけども、ゲームダックの定位感が優秀すぎる感じがしますね。 GC7 はマイクの音声を変えられるっていう面白い設定機能がありますし、光端子の出力ができるので、これを求めるのであれば全然おすすめですし、定位が悪いっていうわけではないので買って間違いはないと思います。私もですね、ゲームダックと GC7 両方現役バリバリで今のところ使っております。最後に GCX1200 は価格がね一番高いんですけども、ちょっとイマイチな感想ですね。低音がね前に出てくる感じがしますし、音の広がりがねさほど良くないんですよね、この2つと比較すると。まあ耳の横で音が鳴ってますっていうイメージかな。低音が前面に出て迫力があるのは非常にいいんですけども、足音特化で使うのはちょっと癖があるかなというふうに思います。周波帯別のイコライザー設定、まあ、詳細設定もできない感じになっているので、もともと内蔵されているプリセットから選ばなくちゃいけないので、まあ、そこの変更もできないんですよね。音楽鑑賞とか迫力のある映画鑑賞に使う場合はいい感じになるっちゃなるんですけども、ゲームに使わないで音楽鑑賞、映画鑑賞をメインでこれを買うのであれば、専用のダックとかアンプを買った方がおすすめかなという感じがいたします。あとはマイクですが、マイクの音声は何個ともさほど差は感じられなかったかなと思います。まあ、強いて言えばこの GSX1200 がちょっと低音寄りかなという風な感じでした。なので GSX1200 はアンプの音質、マイク音質ともにちょっと低音寄りだなっていう感じですね。総合的にランキングをつけるとすれば、もう第1位はゲームダック、第2位が GC7、 第3位が GSX1200 の順番だと思います。はい、ってな感じで今回の比較はここら辺で終わりにしたいと思います。何か気になる点がありましたらコメント欄に自由にコメントしていってください。またこのチャンネルではこんな感じの周辺機器を実際に買って使ってみる動画をお送りしておりますので、いいな、気になったっていう方はコメント、いいねで足跡を残していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。